もう何もないわ言って、それに近い楽しみが何もないねんもん。だって仕事終わったら、あ、今日の晩何食べようかな、今日はお肉かな、お寿司かな、何やろ、何食べようかなっていう、その楽しみが何にもないの、ほんまに。もう何していいか全然わからないの。ただ唯一、風俗は糖質ないから、風俗は行ってもええねんて。それ元気出えへんねん。五反田まで行く元気が。元気が欲しい。ほんまに。何を目標に、まあ、27時間というのはもちろんありますよ。総合司会やって、なんか良かったな、面白かったな、って言われる、ふふうにっていうのはもちろんありますけども、それ以外の、なんか、なんやろ。もうだからモテボディを手に入れるしかないのよ。で、モテボディを手に入れて、もう写真とか貼ったんね、ぐわー、バッキバキのやつ。その、バキバキの体を手に入れて、もうモテ倒して、今年の夏は。もう、だからもうサブタイトル決まってんねん。人生変えちゃう夏かもね。岡村隆史のオールナイトニッポン。どうもこんばんは、岡村隆史です。まあね、ファイブナッツではね、これぐらいのもんですよ。うん、出てくんのって。だから春日くんとかどうしてんのかなと思って、ボディービルやって、その体ものすごい絞ってるじゃないですか。あんま面白いこと言うてないんちゃいます？春日さんも。そうでしょうね。俺わかるわ。春日くんのことちょっとわかるわ。それはね、やっぱりね、美味しいもん食べて、いい女抱いて、しないと、やっぱ面白いことって浮かばないんですよ、絶対。ただただ歯食いしばってるだけではね、面白いことなんて浮かばないんですよ。これはね、ちょっと改めてやってみて、ちょっとわかってきましたね。でもまあしょうがないですよ。ただ偉いもんで、やっぱり会う人は会う人にちょっと痩せてきたねって言われてね、まあそれはもうそれで嬉しいんですけど、だ結局ね、秋元先生とかバーベキューパーティーあったじゃないですか。あれも俺何にも食うてないんですよ、ぶっちゃけ。1枚ね、1枚だけお肉単塩かな、これ美味しいんでって言って、それも電通の人が持ってきてくれはったんですけど、電通の人が焼いて持ってきてくれた炭塩を1枚しか食ってないです俺。ウニ？ウニなんか見てただけや俺。小室哲哉がウニつまんでんの見てただけやもん。目の前にドーンあんのに。ただその時まだウニって食べてええのかどうかも分かれへんかって。そのまだいまいちその糖質、脂質、タンパク質、カロリー、低カロリー、そういうのが分かれへんかったから、なんかウニもなんかトロッとしてるし食べたらあかんのかなと思って、もう TK がめっちゃうまそうに食うてたけど、もう一切手つけへんかって。もうほんまにもうなんやろ、ほんまにこう楽しみが奪われてしまったね。なんかでもやっぱりそういうえらいもんでね、おてんてんだけはしっかり立ちようねんな、これ。なんか体がなんやろ、そういう辛いこと、なんや苦しいことってなった時に、なんか子孫繁栄、お前危ないぞとお前なんかいろんなもん今食べてないけど大丈夫かっていうところで、そのなんか信号を送るんでしょうね、あの股間の方に。だから立つのは立つんですよ。でも硬い硬いんですよ、それが。あの、なんでしょう。しっかり立つというか。だからそこにプロテイン集まってんのちゃうかっていうぐらい、しっかり立つんですけど、その、まあ、五反田まで行こうという元気が起きないですね。悲しいかな。だから、なんやろ、怒る、こう、奮い立つもんが、ないんですよね。なんか今日も普通やったらなんかパッと言いたいこともあるんですけど、これ言えないんですよね。今日もなんかラジオ始まる前に車谷さんがパーソナリティでも何でもないのに歯磨いて一生懸命、何も喋ることもあれへんのにはね、本番前一生懸命歯磨いたって、そこでなんか昨日聞いたこと、パーソナリティでもないのにって言いやええのにはな、出た言葉が磨いてる磨いてるっていう、こう見たまま情けない見たまま言うてもってね。
その車谷さんがもうまた大阪ローカルでね、大阪行ってたんですよ。でもね、ラジオでもずっと言うてましたやんか、大阪楽しい楽しい言うて、もう大阪行くの楽しいってしゃあないんですよ。なぜならチューできるから。ほんでもう大阪行くからもう楽しいってしゃあないから。ほんでこの間はたまたま日曜日やって、まあ、さんまさんが出てくれはるということで、まあまあまたこのお笑い怪獣ですからもう緊張しますやんか。でさんまさんが来てくださるということで、清掃衣装もいつもはちょっとカジュアルな感じなんですけど、さんまさんが来ていただけるということで、ちょっとこう清掃、まあジャケットスタイルというか、そういう衣装やったんですよ。で、また車での二人で、新幹線乗って大阪まで行って、で、タクシーを降り、新幹線降りて、でタクシー乗って、ABC の朝日放送まで行って、で、タクシーを降りたんですよ。で、降りて、朝日放送入ろうと思った。うわぁやってもだって言って、福島の街で。え？と思って。うわやってもだ新幹線に衣装忘れてきてもだはちゃー言って。うん。どうする言って。それでなくても、やっぱりこの、さんまさんと仕事するって言ったら、それなりの緊張感あんのに、またその、衣装がないっていうことで、ドキ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 しだして、ね、車台さんどうすんのって言ったら、もう、とりあえず、確認します、って。でも、よう考えたら、新大阪止まりじゃなかった。俺が降りた時ももう人がもう、そのまま乗ってたから。で、なんとか、本番まで、一時間半ぐらいやったかな、一時間半か。二時間ぐらい。なんとかなれへんのかって言ったらもうそのままもう、あれやねんな、岡山も通過して、福岡まで行ってしまって。もうなんか、なんやろ。あの、車谷さんのあの演技見たな、なんか。演技派やったわ。あの、はっ！やってもうた！もうセリフみたいやったで。こうなんか僕に伝えなあかんのと、その先輩の社員さんかな、あれ大阪の社員さんに伝えな、しっかり自分が衣装を忘れてきたっていうことを伝えなあかんねんなと思って、うわもう忘れます、うわやってもうた、新幹線の中に衣装置いてきてもうた、あちゃーって言うて、あちゃーって言うて手頭に置きあってその時もなんか、ね、なんか格好の、面白いハプニングやったんけど、もうなんやろ、体が疲れてんのか、あの、うん、で、どうするしか言われへんかった。あんなに面白かったのに。その日一日中なんかすいません、すいませんって言うてはった。あの日はな、さすがに注文でけへんかったやろ。な、ちょっと、もう大阪ちょっと変えた方がええで。もう車でさ、もう大阪行ったら注することしか考えてんから。衣装とかもうあんまもう、考えてないみたいだから。もうどうでもええ。もうどうでもええってなってもだ。さあ始めていきましょう。ナイティナイ岡村隆史のオールナイトニッポン。この番組は、タカスクリニック、セブン&アイホールディングス、日本公認会計士協会、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。それでは曲です。これは神奈川県大仏ラーメンからいただきました。どうも、東京ダイナマイト、はちみつ二郎です。この度、オーケストラを結成することになりました。チャットモンチーで、東京はちみつオーケストラ。さあ、ここでですね、番組からいろいろと大事なお知らせ、これ何点かあります。非常に大事なお知らせでございます。来週6